私たちの言語練習チャンネルへようこそこのビデオでは日常のさまざまな会話を通じてリスニングとスピーキングのスキルを向上させます英語の字幕が利用可能で YouTube 設定の自動翻訳機能を使用して簡単に現地の言語に切り替えることができます毎日一緒に語学力を練習しましょう レッスン1快適さを選択するねえアンナホテルの部屋を予約するならベッドは何台欲しいですかこんにちはジョンクイーンサイズのベッドを1台お願いしますちょうどいい広さですねそれは快適そうですね私もクイーンサイズのベッドが好きです ストレッチするのに最適ですその通りさらに場所を取らずに快適に過ごせますあなたはどうですか私はできる限りキングサイズのベッドを選びます動き回るのに余分なスペースが与えられますそれは本当だ キングサイズのベッドは、特にパートナーがいる場合には贅沢です。はい、でも、一人でいると大きすぎると感じることもあります。選択肢があるのは良いことだ。絶対にツインベッドが2台あることについてどう思いますかこれは、特に一緒に旅行する友人にとっては効果的です。 それは物事を有効的に保ちます右、部屋を共有しながらも個人的なスペースがあるのは素晴らしいことですホテルに泊まるのが好きですか、それとも別荘を借りるのが好きですか別荘を楽しんでいます彼らはまるで家から離れた家のように感じます同意しますさらに。 実水ができることも多いので、お金の節約にもなります。その通り。そして、地元の雰囲気をよりリアルに体験することができます。それは素晴らしい点です。変わったタイプの宿泊施設に泊まったことがありますかはい。ツリーハウスに泊まったこともあります。とてもユニークで楽しかったです。 ツリーハウスってすごいですね。ぜひそのようなことを試してみたいです。自然に囲まれた木々の上にいると、まるで冒険をしているような気分になりました。想像できるよ。いろいろな宿泊施設を試してみると、旅行の経験がさらに増すと思います。絶対に。 それぞれの場所には独自の魅力と語るべき物語があります大切なのは思い出を作り旅を楽しむことですよねレッスンに大胆な洗濯やあアンナ家の装飾に大胆な色を使うことを考えたことはありますかこんにちはジョンはい 大胆な色は本当に主張し、個性を加えることができます。絶対に、明るいアクセントウォールは、部屋を完全に変えることができると思います。それは本当だ。注目を集め、焦点を作成します。何色が好きですか 私は深い青と豊かな赤が大好きです。彼らは暖かくて魅力的な感じがします。素晴らしい選択ですね。私も鮮やかな黄色のファンです。彼らは空間にエネルギーをもたらします。黄色は元気いっぱい。大胆な色が多すぎると思いませんかそれは可能です。 すすぎると圧倒されてしままう可能性がありますバランスが重要ですよねその通り大胆な色と中間色を組み合わせると調和が生まれますはい柔らかい白やグレーは衝突することなく大胆な色を際立たせるのに非常に役立ちます家具など 思いがけない場所に色を使ってみたことはありますか私は持っている古い椅子を明るい緑色に塗ったので部屋に楽しい雰囲気が加わりましたそれは素晴らしいですね家具のアップサイクルは創造性を表現する素晴らしい方法です本当にそうなんです。さらに 古い作品に新たな命を吹き込むのは環境にも優しいです確かにアクセサリーも彩りを加える役割を果たしていると思いますが絶対に大きなこだわりを持たずにクッションラグアートワークに色を取り入れることができます素晴らしい点です。 季節ごとに部屋の外観をリフレッシュする、簡単な方法でもあります。はい、季節ごとにアクセサリーを変えるのが好きです。それは物事を面白く保ちます。交換したいお気に入りのアクセサリーはありますかいろいろなカーテンを使って楽しんでいます。 空間の雰囲気を劇的に変えることができますそれは賢いアイデアですねカーテンは部屋を美しく縁取り全体の雰囲気を高めますその通りそれはすべてあなたにとって適切な雰囲気を作り出すことですこれ以上同意できませんでした大胆な色は 家の中で私たちが誰であるかを本当に表現しますレッスン3水分補給の必需品ねえ、アンナ、私たちは毎日どのくらいの量の水を飲むべきだと思いますかこんにちは、ジョン。8杯くらい飲むのがおすすめですよねはい、それが一般的なガイドラインです しかし、活動レベルに応じて変化する可能性があるという人もいます。その通り、頻繁に運動する場合は、水分補給のためにさらに多くの運動が必要になる場合があります。十分な水を飲むことを自分に思い出させるお気に入りの方法はありますか私はマークの入った水筒を使うのが好きです。一日を通して摂取量を追跡するのに役立ちます。 それは賢いアイデアですね。私は時々携帯電話に水を飲むようにリマインダーを設定します。それも役に立ちます。フレーバーを追加する場合はどうですか水を注入したことがありますかはい。レモンやキュウリを加えるのが大好きです。水を飲むのがもっと楽しくなります。 新鮮な選択ですね。甘さを加えるためにベリーを加えるのが好きです。美味しそうですね。ハーブティーを試したことがありますか？水分補給にも最適です。私は持っている、特に寒い季節には、ハーブティーは心を落ち着かせ、水分を補給します。 真実、特に普通の水に飽きた時に多様性があるのは素晴らしいことです絶対にそして水分補給を続けることは私たちの健康全体にとって重要です右、消化皮膚の健康さらにはエネルギーレベルの向上にも役立ちます本当にそうなんです。 水分摂取量を増やすと何か変化に気づきましたか確かによりエネルギーと集中力が増したように感じますそれは私の一日に大きな違いをもたらしますこっちも一生これほど単純なことが私たちの幸福にどのように影響を与えるのかは驚くべきことです絶対に私たちはみんな。 十分な水を飲むよう意識的に努力する必要があると思います同意しました今週も水分補給にチャレンジしていきましょう素晴らしいアイデアですね定期的にチェックインして自分の状況を確認できますレッスン4放浪者の旅ねえ アンナ、私は生涯をかけて場所から場所へと旅を続けた男の話を読んでいました。こんにちは、ジョン。それはとても魅力的ですね。彼の話は何でしたか彼は西に旅してインディアナとアイオワに行き、その後再び東に戻った放浪者でした。なかなかの旅ですね。いろいろな場所を見てとても楽しかったのではないでしょうか。 絶対に、彼は冒険とその途中で出会った人々を楽しみました。想像できるよ、新しい場所にはそれぞれ独自の文化と魅力があります。右、彼は訪れたそれぞれの場所で少しずつ故郷を見つけました。それは美しいです。 人が複数の場所でどのようにくつろぐことができるかは興味深いことです。はい、それは、多様な経験が私たちの人生観をどのように形作るかを示しています。あなたも彼のような放浪者として生きられると思いますかしばらくは刺激的だと思いますが、安定したホームベースを持つことも楽しいです。 それ割にかなっています。帰る場所があるということは、何か心強いものがあります。その通り。しかし、私はできる限り旅行をしたり、新しい地域を探索したりするのが大好きです。私もです。旅行は私たちの視野を広げ、多くのことを教えてくれます。 遊牧的なライフスタイルを送っている人に会ったことがありますか私は持っているバンで旅行しリモートで仕事をしているカップルに会いました感動的でしたそれはすごいですね彼らは旅行で得た素晴らしい物語を持っているに違いありませんそうですよ 彼らは毎日常に新しい冒険を発見しているようですユニークな生き方ですね彼らはどうやって路上で整理整頓を保っているのだろうか多くの計画が必要だと思いますが彼らが経験する自由にはそれだけの価値があるようです絶対に安定であろうと冒険であろうと。 自分を幸せにしてくれるものを見つけることがすべてですレッスン5素晴らしいアイデアねえアンナ、家の照明を LED に切り替えることを考えたことはありますかこんにちは、ジョン、はい、それはエネルギー効率にとって重要であり、より長く持続します良い点です さらに長期的には電気代を大幅に削減できますその通りエネルギーを節約するもう一つの方法はスマート照明システムを使用することですそのアイデアが大好きですスマートライトは不要な時に消灯するようにプログラムできます右 携帯電話から制御できるので、とても便利です。自宅でスマート照明を試したことがありますか私は持っているリビングルームにスマート電球を設置しましたが、色も変わります。それは楽しそうですね。色を変えると、さまざまなシーンで異なる雰囲気を演出できます。 はい、映画の夜やリラックスした夜に最適です。スマート照明はありますかまだですが、検討中です。楽しいアップグレードになると思います。絶対に行くべきです。空間をモダンで活気のある雰囲気にしてくれます。 LED 照明の方が環境に良いという話も聞きました絶対に消費電力が少なく寿命が長いため廃棄物が削減されますそれは大きな利点です地球を助ける選択をするのは気分が良いです確かにさらにさまざまなスタイルがあるので。 ご自宅にぴったりのものを見つけることができますそれはありがたいですねあなたの空間には暖かい光と冷たい光のどちらが好みですか私は暖かい光を好みます特に夕方には居心地の良い雰囲気が生まれます同意します暖かい光が心地よく感じます リビングエリアや寝室に最適です。ただし、涼しい光はワークスペースには最適です。集中力と生産性の向上に役立ちます。その通り、重要なのは、適切なアクティビティに適した照明を選択することです。LED オプションを使用すると、環境を簡単にカスタマイズできます。 それが現代テクノロジーの素晴らしさです。それは私たちの生活をより快適で効率的にします。レッスン6食の冒険。ねえ、アンナ。今夜の夕食に食欲を持ってくるのを忘れないでね。こんにちは、ジョン。ははは。きっと中が空いてきますよ。 その新しいレストランを試すのが待ちきれません。私もです。メニューもユニークなものが多いと聞きました。試してみたいことは何ですかグルメバーガーがとても楽しみです。面白いトッピングもありますよ。美味しそうですね。 素晴らしいビーガンメニューも提供していると聞きました「はい誰にとっても選択肢があるのは素晴らしいことです」「何か冒険的なことに挑戦してみませんか?」「絶対にスパイシーチキンサンドイッチに行くかもしれません私は食べ物に少し熱を加えるのが大好きです」おう「O」 微しそうですね。ただし辛すぎないことを願っていますなんとかなるよさらに必要に応じて体を冷やすために冷たい飲み物を飲みます賢い考え方、辛い食べ物と合わせるのに一番好きな飲み物は何ですか私はアイスティーが大好きです。 爽やかで厚さを完璧にバランスさせてくれますそれは良い選択ですね私はいつもレモネードを飲みますピリッとした風味が加わりますうーんすべてを味わうにはいくつかの料理を必ずシェアする必要があります同意しますシェアするのも楽しいしいろいろな味を試すことができます また、一緒に食事を楽しみながら会話も弾みます。その通り、食べ物には人々を結びつける働きがありますね。本当にそうなんです。外食は友人との絆を深める最良の方法の一つだと思います。はい、新しい場所や料理を発見すると、さらに興奮が高まります。 今夜が待ちきれません。それは間違いなく料理の冒険になるでしょう。レッスン7イヤリングのスタイルねえ、アンナ、宝石店にはフープやスタッドがあると思いますかこんにちは、ジョン。おそらく、これらは常に需要のあるクラシックなイヤリングのスタイルです。 右、フープはとてもスタイリッシュでどんな服装にもセンスを加えてくれますその通りスタッドは多用途に使えます何にでも合わせられますこの2つのうちどちらを優先しますか私は夜の外出にはフープの方が好きです光をきれいにとらえていますね良い選択ですね スタッツは普段使いにぴったりだと思います。それは本当だ。シンプルでありながらエレガントで、邪魔になりません。最近流行のデザインを見かけましたか、独特のバリエーションがあると聞きました。はい、カラフルなフープと幾何学的なスタッツがとても目立ちます。 それは楽しそうですね。イヤリングが個性とスタイルを表現できるのが大好きです。私もです。小さなアクセサリーがこれほどの変化をもたらすのは驚くべきことです。一致するセットを探すべきですかそれとも組み合わせて探すべきだと思いますか組み合わせて楽しんでいます。見た目に個性的なタッチを加えます。 そのアイデアは気に入っています。あなたの服装をよりダイナミックで遊び心あるものにすることができます。その通り、さらに様々なスタイルを試してみるのもとても楽しいです。あなたは普段ピアスにゴールドとシルバーのどちらを選びますか私はシルバーに傾く傾向があります。 私の肌の色調にもっと合っています。あなたはどうですか私は金の方が好きです。温かみがあり、エレガントなタッチを加えます。それは良い選択ですね。今ではあらゆる種類の素材のイヤリングが見つかるのは素晴らしいことです。絶対にパールからカラフルな樹脂まで、誰もが楽しめるものが見つかります。 店内を探索して何が見つかるか楽しみです。こっちも一緒。私たちのコレクションに加えられるいくつかのユニークなアイテムに注目してみましょう。レッスン8冒険を計画するいやあ、アンナ。宿泊先が決まって嬉しいよ。こんにちは、ジョン。 私もです。それでは、旅行の旅程の計画に集中しましょう。素晴らしいですね。私たちが優先すべき活動は何だと思いますか地元の観光スポットを探索することは必須だと思います。有名なランドマークを訪れなければなりません。絶対に。 象徴的な場所を見逃すのは残念です。また、ハイキングやサイクリングなどのアウトドアアクティビティも考慮する必要があります。良いアイデア、自然を楽しみ、アクティブに過ごすのに最適な方法です。その通り、さらにその地域を別の視点から見ることができます。 ハイキングしたい具体的な場所はありますか山々の素晴らしい景色を望む美しいトレイルがあると聞きました。それはすごいですね。それをぜひリストに加えるべきです。はい。そして、滞在中に地元の料理をいくつかチェックしてみたいと思っています。 旅行において食事はとても重要です試してみたい具体的な料理はありますか地元の名物料理特に伝統的な屋台の食べ物を試してみたいです素晴らしい選択です屋台の食べ物は美味しいものが多く地元の文化を味わうことができますその通り リラックスして雰囲気に浸る時間も残しておくべきです同意しますさらなる冒険に向けてエネルギーを充電するには少しのダウンタイムが不可欠ですオフタイムといえばスパの日やゆっくりとしたピクニックを計画すべきでしょうかどちらも素晴らしいサウンドです ハイキングの後は、景色の良い場所でピクニックをしてもいいかもしれません。完璧そうすれば、自然と美味しい食べ物を同時に楽しむことができます。これらの素晴らしい瞬間をすべて記録するために、必ずカメラを持参しましょう。はい、私たちの旅を記録することは、振り返るべき永続的な思い出を作るでしょう。 私たちの冒険が始まるのが待ちきれません。忘れられないものになるでしょう。レッスン9コロンビアを発見するなあ、アンナ、コロンビアがかつてチブチャ族の王国だったことを知っていましたかこんにちは、ジョン、本当ですかチブチャのことは聞いたことがあります。魅力的な人たちでした。 はい。彼らは塩やエメラルドなどの貴重な商品で知られる貿易社会でしたエメラルドそれは面白いコロンビアは世界最高のエメラルドの産地として有名ですその通りチブチャたちはそれらのエメラルドを金やめと交換しましたそれは繁栄した経済でした。 貿易がどのように文化とその富を形作ることができるかは驚くべきことです。彼らについて他に何を知っていますかチブチャ族は豊かな精神生活を送り、様々な神を崇拝していました。彼らは自然の力を信じていました。それは興味深いですね。彼らの信念が彼らの日常生活にどのような影響を与えたのか不思議に思います。 彼らは特に農業や季節の変化に関連した儀式や儀式を行っていました「私は自然と深いつながりを持つ文化を称賛します」それは彼らの伝統に意味を加えます絶対にチブチャ人はまた印象的な都市を建設し高度な農業技術を持っていました。 か彼らは農業にに熟練していたに違いた違ありません。彼らはどんな作物を育てたのでしょうか彼らはトウモロコシジャガイモ、さまざまな果物を栽培しました彼らの農業観光は当時としてはかなり先進的でしたそれは印象的ですね古代文明の貢献について学ぶのは素晴らしいことです 絶対に彼らの遺産と彼らが今日私たちが知っている地域をどのように形作ったのかを思い出すことが重要ですいつかコロンビアを訪れてその豊かな歴史と文化を直接体験してみたいですそれはすごいですね史跡の探索や人々との出会いは忘れられないものとなるでしょうはい。 あと、とコロンビア料理も美味しいしし聞きました。地元の料理を試してみるのも楽しいでしょう確かに食事はどの文化においても非常に重要な部分でありコロンビア料理には非常に多様性がありますコロンビアとその素晴らしい遺産についてもっと知るのが待ちきれません。 私もです。発見すべきことがたくさんあり、あらゆる細部が物語を語っています。レッスン10音楽の力。ねえ、アンナ、音楽は本当に私たちの気分に影響を与えると思いますか？こんにちは。ジョン、本当に音楽は感情に大きな影響を与えます。それは私たちを元気づけたり。 落ち着かせたりすることができますその通り、明るい曲を聴くとより元気で幸せな気分になることがわかります私も同じように感じますモチベーションが必要なときはお気に入りのプレイリストをかけますそれは素晴らしいアイデアですねいつも気分を盛り上げてくれる定番の曲はありますか はい、ファレル・ウィリアムスのハッピーはいつも私の顔に笑顔を与えてくれます。あなたはどうですか私はマーク・ロンソンのアップタウン・ファンクが大好きです。とてもキャッチーで踊りたくなりそうです。素晴らしい選択です。音楽に合わせて踊るのは、喜びを表現する楽しい方法です。確かに。 特定の種類の音楽は、勉強や運動などの特定の活動に適していると思いますか絶対に、勉強するときは気が散ることなく集中できるので、気学音楽が好きです。それは理にかなっています。私はモチベーションを維持するためにワークアウトするときに、 高エネルギーの音楽をよく聞きますはい、適切な音楽は運動中のパフォーマンスと持久力を本当に向上させます様々な気分やアクティビティに合わせてプレイリストを作成してみたことがありますか私は持っているリラックスしたり、パーティーをしたり雨の日にもプレイリストを作成しますとても楽しいです それはあなた自身の音楽体験をキュレートする素晴らしい方法です。私もそれを試してみるべきです。絶対にそうすべきです。必要な時にいつでも適切な雰囲気を簡単に見つけることができます。そういえば、リラックスできる音楽のおすすめを教えてください。もちろん、ルドビコ、エーナウディやマックス、 リヒターなどのアーティストがおすすめです。彼らの音楽は信じられないほど心地よいです。ありがとう。確認してみます。リラックスできる音楽は、長い一日の後にリラックスするのに最適です。その通り、自分のために時間を割いて、良い曲を聴いて充電することが重要です。 これ以上同意できませんでした音楽は本当に様々な面で私たちの生活を豊かにしてくれますレッスン11デジタルマーケティング戦略なあアンナ私たちはマーケティング活動をデジタルプラットフォームとソーシャルメディアに集中すべきだと思いますこんにちはジョン私も全く同感です 今日の世界ではデジタルマーケティングが不可欠ですその通りこれまで以上に多くの人がオンラインにアクセスしており視聴者はオンラインでほとんどの時間を過ごしていますはいさらにソーシャルメディアにより顧客と直接関わり関係を構築することができますそれは素晴らしい点です どのプラットフォームを優先すべきだと思いますかインスタグラムとフェイスブックは、ビジュアルコンテンツとコミュニティとの関わりにとって重要であると私は考えています。同意します。インスタグラムは、美しい画像やストーリーで製品を紹介するのに最適です。また、フェイスブックには幅広いユーザー層が存在するため、 より幅広い視聴者にリーチできる可能性がありますツイッターはどうですかすぐに最新情報を入手したり会話をしたりするのに最適です真実ツイッターは顧客とリアルタイムでつながり問い合わせに応答するのに役立ちます当社のブランドを宣伝するためにインフルエンサーを活用することを考えたことはありますか 絶対にインフルエンサーと協力することでリーチを拡大し信頼性を築くことができます右彼らのフォロワーは彼らの推奨事項を信頼しておりそれによって私たちのプラットフォームへのトラフィックが増加する可能性がありますさらにエキサイティングなキャンペーンやコンテストを作成して視聴者をさらに引きつけることができます それは楽しそうですね。魅力的なコンテンツは話題を生み出し、共有を促進します。その通り、特定の視聴者に効果的にリーチするために、ターゲットを絞った広告の使用も検討する必要があります。はい。ターゲットを絞った広告を使用すると、様々な人口統計や興味に合わせてメッセージを調整できます。 そして、結果を追跡して、どの戦略が当社にとって最適であるかを確認できます。データ分析が鍵です。これは、情報に基づいた意思決定を行い、マーケティング活動を改善するのに役立ちます。電子メールマーケティングも戦略に組み込むべきだと思いますか絶対に、電子メールマーケティングは、 リードを育成し顧客に情報を提供し続けるための強力なツールですまた限定オファーや最新情報を視聴者と直接共有する優れた方法でもありますこれらのアイデアを実装することに興奮していますデジタルマーケティングを採用することで当社のブランドを真に高めることができますレッスン12グルメ旅行 ねえ、アンナ。ダウンタウンにある新しいタイ料理レストランに行ってみてはどうですかこんにちは、ジョン。私もそれについて素晴らしいことを聞きました。一番試してみたい料理は何ですかパッタイがとても楽しみです。ピーナッツとライムのバランスが良くて大好きです。美味しそうですね。 グリーンカレーも美味しいと聞きました以前に試したことがありますかいいえ、そうではありませんずっとそう思っていたんですけどいいキック感があると聞いていますはい、私は辛い食べ物が好きでタイ料理は大胆な味で知られています その通り、そして忘れてはいけないのが春巻きです。素晴らしい前菜になります。ああ、確かに、ピーナッツソースのかかった青春巻きは私のお気に入りの一つです。新鮮なハーブとスパイスを組み合わせたタイ料理が大好きです。すべての料理をとても香り豊かにしてくれます。 はい。バジル、レモングラス、コリアンダーを使用すると味に深みが増します。タイ料理を家で作ってみたことがありますか私は持っている。一度トムヤムスープを作ってみました。完璧とは言えませんでしたが、楽しい経験でした。すごいですね。